実川香織です。ヤマハの新しいグランドピアノ C3X エスプレッシーボ発売記念オンラインコンサート、どうぞお聴きください。Thank you.
Thank you.
そうですね、ショパンは昔からすごく大好きな作曲家なんですけれども、すごくなんか複雑な気持ちもたくさんあるというか、こうなかなかこう思うように弾けないというか、ショパンが僕を近づけてこうくれないというか、テリトリーに入れてくれないといいますか、多分ショパンさんってすごくこう、シャイで本心をなかなか明かさない人だったのかなっていうのがあって、例えばなんか本当は泣きたいところだけど、背中を向けて部屋で一人で泣いてみたりとか、ものすごく怒ることがあっても、表面上はちゃんと社交をして、なんか家に帰ってからこう悪口を言うとか分かんないんですけど、想像でしかないですけれど、なんかその気持ちを全部人にはさらけ出さないタイプの人だったのかなっていうのがなんか演奏曲から感じられて、弾いていて一緒になるってことがなかなか難しいなって、ショパンの気持ちを全部汲み取るのがちょっと難しい作曲家だなと思って、いつかそう弾けるように、なんかなりたいなと思ってる、ながらいつも試行錯誤というか、でもなんかこう自分が年が上がりにつれてだんだんその、笑いたい時に笑ってればいいっていうんじゃないんだなっていうのがこう多分自分自身がこうなんかいろいろ分かってきたというか、それで少しずつこうショパンに近づいていってるなっていうふうな気持ちで、トライしている作曲家ですね、はい。やっぱり自由自在な面もすごくあって、例えばベートーベンなんかだと、もう30秒とか1分間をかけて一つの頂点にこう向かっていったりするんですけど、ショパンはなんて言うんでしょう、もちろん山が来るんだけれど、ちょっとはぐらかしてみたり、すごくもっとこう単調ではなくて本当にいろんな波が押し寄せて中から出てきたり、本当にこう 豊かに何かいろんなものが、詰まってるなってどの曲も、思いながら、弾いてます、はい、はい。今回オールショパンで選んだんですけれども、やっぱりそのショパンは本当にピアノを愛していた作曲家で、ピアノのという楽器がどうやったら美しくなるかっていうのをすごく分かっていたというか、それを狙ったというよりは自分の手を通じてピアノと一体になって、身をもってピアノに歯向なんか抵抗することなくピアノからいい響きを引き出す曲を書く作曲家なので、ピアノをエスプレッシーボ、のピアノを知っていただくのにあたって、だからやっぱりショパンのピアノでこうピアノの魅力が伝わるんじゃないかなと思って、はい、オールショパンプログラムで組みました、はい。そうですね、バラード3番は、ショパンバラードを4曲書いていて、ちょうどなんて言うんでしょう、若い頃から少しずつ年を取っていく、で最後の4番は本当に晩年ということで、重要な作品を4つ残したんですけれども、3番は一番こう晴れやかな気持ちが詰まっているというか、他はものすごく苦しさだったり、怒りとかそういうネガティブな気持ちもたくさん詰まっている曲なんですけれども、バラード3番はなんて言うんだろう、こうとても晴れやかな気持ちになるし、よく一番出だしがですね、男女の愛の会話に例えられたりするんですけれども、コルトが確かそういうふうに例えていて、女性が話し始めて男性が答えて、次に男性が話して、女性がそれに答えるっていうところから始まるんじゃないかっていうふうにコルトは解釈していて、全体にとてもそういうなんかファンタジーと、会話が溢れている曲で、弾いていてすごい楽しい気持ちになってくるので、3番が特に好きですね、はい。そうですね、今日初めてこの楽器を弾かせていただいて、ピアノの曲って一人でいろんな仕事をするんですけれども、右手にメロディーが出てきて、でショパンの曲だと特に左手も重要なメロディーを出てることがあるんですけど、それがこう自分一人でこう会話をしていくっていう曲になってるんですけれども、
本当に指先に少し神経を集中するだけで、左手のメロディーが浮き上がったり、ベースのラインが浮き上がったり、右手のメロディーが、一番綺麗に響くとか、本当に指先の、タッチの違いにすごく反応してくれる楽器だなって思いながら、本当に楽しくなりながら、演奏させていただきました。はい、機械的な音じゃなくて、なんかポーンって弾いた音からいろんなこう詩的なあのポエジーな、想像をなんか膨らませることができる音が出るなと思いながら、そうですね、ただ大きく華やかで、派手でっていうピアノではないなっていうふうに思って弾いてました。はい、まずその新商品の名前にエスプレッシーボが入ったということで、なんて言うんでしょう、そのものすごく意味深いものを感じたんですけれども、エスプレッシーボって実はあの表情豊かにっていう学語じゃないですか。ピアノっていう楽器は実はエスプレッシーボに弾くのが一番難しい楽器だなと思っていて、声楽だったら自分の声に表情を乗せられるし、弦楽器も本当にビブラートをかけて、音量も後から変えられるし、こうとにかく人の声のように歌えるんですけど、ピアノって楽器はハンマーがポーンって打ったら音が減衰していくっていう、まあ、打楽器に近い楽器で、本当に表情を乗せていくっていうのはすごく難しい楽器だなっていうふうにメカニズム上そう思うんですけれども、それをなんていうか克服してくれと言いますか、本当にピアノ自体が喋ってくれて、こう弾きたいっていうイマジネーションが強い人であればあるほど、なんかこういい楽器だなと思ってこう一緒に、なれるんじゃないかなと思って弾いてました。はい、ピアニストの活動って、ピアノってやっぱり一人で弾く楽器って、一人で全てが弾けてしまうので、学生の頃もずっと、ソロの曲をたくさん弾いてきたんですけれども、だんだんそのアンサンブルであったり、あと協奏曲ですね、あれもそのオーケストラっていうたくさんの楽器の方が主要の方々とアンサンブルをしていく、世界だと思うんですけれども、なんかアンサンブルをすることで、そのピアノ一人で弾いた時に、さっきもちょっとお話ししたんですけれども、左手のメロディーが喋ったり、右手のメロディーがそれに応えたりっていう、その、音楽の中で一人で、遊ぶことがなんかいろいろできるようになってくるなっていうふうに広がるなと思っていたので、なんかピアノソロも僕が一人で弾いてるんだけれど、いろんな登場人物が会話して出てきて、いろんな風景が出てくるような、そういうなんか情景描写だけじゃなくて登場人物もいっぱいいるような演奏ができたら、聴いてる人も楽しんでいただけるのかなと思いながら、それすごく難しいことなんですけれども、そういう演奏ができるようになっていったらいいなって思っております。